皆さんこんにちは、クリーンと申します。こんにちは。今日も安価で面白いゲームを紹介してくぞ。今回は、グリス。Steam、Switch、iOS、PS4 で発売されております。ではまたサナエさん紹介お願いします。はい、喜んでー。スペインのインディーゲームスタジオ、ノマダスタジオ。開発のゲームだ。価格は1730円。セールなどで買えばもっと安くなるかもしれません。横スクロールアクションゲームで、体力やゲームオーバーなどなく、誰でもクリアできる仕様になっております。このゲームすごいのがセリフがほとんどありません。セリフがないので、物語のストーリーがやる人によって受ける印象が違くなってくるかもしれません。ちなみに私は悲しい印象をまず受けて、進んでいくうちに美しい芸術だ、と感じるようになりました。このゲームは BGM がすごくよく、独特な世界観で魅了して、そして美しいデザインで感動と、かなりおすすめな作品になっております。グリスはこの作品名と主人公の名前でもありますが、スペイン語では灰色という意味らしいです。これの意味が主人公の内面を表しているとのことです。きっと何か嫌なことがあって、悲しい状態を表してるのかなぁと私は思いました。物語を進めて、この灰色の世界に色を加えていくゲームです。言葉では言い表せないので、実際に少しプレイしてお見せしましょう。はい、こちらがゲーム開始画面。一度クリアしてますが今回は初めからプレイしていきます。このゲームの紹介のためゲーム起動したのですが、結局最後までまたプレイしちゃいました。このオープニングかっこよすぎて最初鳥肌立ちました。それにしても絵が綺麗ですね。このデザインはデジタルの手書きで作成したそうです。この滑らかな動きもすごいですね。ぜひこのデザインでワンクールぐらいのアニメを作ってほしいですね。この主人公に声優をつけるなら早見沙織さんを推したいところです。私は坂本真綾を推そうじゃないか。おかえりなさーい。下手くそすぎね。長いこと落ちてますね、この子。もうそろそろオープニングが終わりますよ。はい、ここからゲーム開始です。本当に周り何もなくて灰色というか真っ白って感じですね。どこかこの女の子も悲しげに見えませんか。色も状況を表すのに重要な要素なんだなーって思いました。赤は情熱、青は静寂、緑は癒しなど色ごとにイメージってあるじゃないですか。白のイメージは清潔感や信頼感などのイメージがあるそうですが、始まりや出発といった意味合いもあるそうです。抽象的なイメージの中には冷たい、冷淡、無垢、無などもあるそうで、色って物差しがないから、人によっても印象が違いそうですね。だからこその面白さってのもあるのかもしれませんね。見てください、この白と黒の世界。何か飛んでますよ。鳥なのか何なのか、この世界これから色々な生物が出てきますが、謎生物ばっかりです。
ただその謎生物もこの世界観にぴったりというか、本当に芸術だなぁと感じました。謎生物その1動く石。リトルナイトメアでこんなのいましたねー。物語を進めていくと、謎生物も仲間になって同行して助けてくれる場面もあります。もう少し先へ進んでいきましょうか。はい、見えてきました。星みたいなやつ。この星みたいなやつを集めていくのが攻略の鍵になります。何個もあるので探してくださいね。この星が道になってくれたり、新しい能力をくれたりします。その辺は自分でやってみて楽しんでみてください。道中2個目の星をゲットしました。このように星が線で繋がって道になってくれます。星すげー。死んだり、ゲームオーバーはないですが、パズル要素があります。うまくそのパズルを解いて、クリアを目指してくださいね。さて3個の星を手に入れました。そして先へ進んでいくと、このゲームの美しい場面であり、ストーリー性が見える場面です。ノーカットでお送りします。赤が世界に広がりましたねー。何もない白と黒の世界から赤色が広がりました。赤のイメージは、画期的、愛情、興奮、情熱、怒りなどありますが、主人公の心にそれらの感情が生まれたのかな、と私は感じました。例えば、怒り。なんでそんなことになったんだろうとか、どうして、と怒りを覚えることはないでしょうか。はたまた、活動的。このままではダメだ、まだまだこれからだと思い画期的になる。それらの感情がきっとこの主人公に宿ったのかもしれません。皆さんは落ち込んだ時、どうなりますか？私は悲しくなりますねー。酒飲んで寝るのが一番よ。酒飲んで寝ると、十分な睡眠が取れなくなるらしいからお気をつけて。さて取った星を空に返します。このゲームの説明文によると、この世界は主人公の世界となっているみたいで、この星の欠落も嫌なことあった現れなのかもしれません。それらを返してあげることによってこの世界に、主人公の心に希望などが生まれるのかも、とあくまでここまでお話ししたので個人的な感想であって、そうじゃないだろうと思う人もいるかもしれません。人によって解釈が違う、このゲームはそれでいいのかもしれません。さてここから赤の世界が始まります。美しい赤の世界をご覧ください。ここが赤の世界です。白も美しかったですけど、赤も素敵ですねー。個人的鳥肌ポイントきました。ここでタイトル表示かよ、めちゃくちゃかっこいいってなりました。ここからが本格的な物語がスタートです。赤の世界は砂漠みたいなところで、ここからギミックが少しずつ出てきて解きながら進んでいきます。赤の世界進行を邪魔ポイント、砂嵐。うわぁ、待ってるー。
この砂嵐は建物の中にいれば安全で、そうでなくてもゲームオーバーとかにはならないので安心してください。一定時間で砂嵐が来る模様で、それまでに次の建物を目指していけば OK です。ちょうどいい感じで、避難ポイントが設置されてますので難しくありません。BGM と合わさって少し怖さが出てますねー。たまにピカって光るんですが、雷なのかなー。道中にこの星さんを手に入れました。ここで主人公強化です。カービィの石みたいだな。そう。四角になって重くなるスキルですかね。この能力を使ってギミックを解いていく感じです。今後も色々な能力が手に入ります。いかにも壊れそうな床を、この能力を使って壊せるようになりました。あとは砂嵐でもへっちゃらになりました。しかもこのまま歩けちゃうっていう。この女性の脚力がすごい。はい、色々ギミック解いて進んできました。最後に新しい色がつく世界を見て終わりたいと思います。新しい色よいかがだったでしょうか。少しはこのゲームの魅力が伝わったでしょうか。気になった方はぜひプレイしてみてください。絶対ハマること間違いなしですぞ。それでは皆さんまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。これからもどんどんおすすめのゲームを紹介していきますわよ。またこれが面白いとかおすすめなゲームがあったら教えてください。一ゲーマーとして遊んでみたいのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。